メジャーリーグ機構のロブ・マンフレッドコミッショナーがメディアの質疑応答に応じ、誹謗中傷に警鐘を鳴らした。近年選手らが脅迫を受けるケースが報告されていることに、私も懸念している、と話した。スポーツベッティングなどギャンブルの影響で、誹謗中傷の被害に遭う選手も増えている。コミッショナーは、いかなる理由や形であれ、選手が脅迫を受ければ、私たちにとって深刻な懸念事案だ。セキュリティ部門本部と各球団にいる私たちが雇った地域の方と連携をしている、と険しい表情を見せた。1ヶ月くらい前に、選手からも私に指摘があった、と明かし、私も懸念しているし、内々でもっと積極的に対処できるように協議を重ねている、と強調した。いつの時代も、新しいツールが浸透していく中で起きる、様々な問題。今は、SNS、がそのツール、誹謗中傷もそう、ツールの現実に規制、法律が追いついていないにゃ。過渡期なんだと思うわ。自由と、権利の乱用が混沌としている。本来なら違法な行為が、グレーゾーンの中での話になっとる。違法な行為を地道に黒にしていく過程、その過渡期なんだと思うわ。ギャンブルで賭けてる選手がヘマしたら、変に恨まれたり誹謗中傷もひどくなるんやろな。賭けることで面白くなるという意見もあるが、逆に選手からしたら怖さもあるよな。誹謗中傷は、ファンなどだけでなくコメンテーターや記者、どこかのメディアにも規制かけた方がいいのでは？未だに大谷に不快なギャンブルジョークインアメリカ人いるしな。本当に取り締まってほしいわ。全世界的問題なんよな。SNS、利点も多いが、子供への影響をはじめ、マイナスの側面が大きすぎる気もするわ。人間、誰しも顔の見えない無数の悪意にさらされて良い気はせんよな。どこの国でも病んでる人は数パーセントはいるのだなって思う。スポーツベッティングの絡みで八つ当たりのように誹謗中傷する人もいるのだと思う。仕事の一部、と割り切り、対処していくことが必要な時代なんだろうかね。